皆さんどうもピーマンです。今回はピッコロ編シナリオ02をプレイしていくよ。ラディッツとの戦いになるね。ドラゴンレーダーを使い ご飯の新神獣を手がかりにピッコロと悟空はラディッツを見つける。悟空に仲間加わるように話すラディッツ。断る悟空を横目にピッコロは戦闘の準備を始めるのだった。ごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておくんだな。ピッコロ、おめえも重いやつを着て鍛えてたのか。ああ、貴様のようにな。久しぶりに体が軽くなったぜ。そんなもの脱いだからなんだというのだ。む、戦闘力が408までアップした。そうか、おめえも必死で鍛えてたんだな。とりあえず味方だったのも頼もしいよ。これなら少しはマシな戦いができるかもな。カカロットのやつは416、悟空の方がちょっとだけ上なんだね。ふはははは、貴様らそれで強くなったつもりか。何？笑わせやがって。その程度でのこのこやってくるとはな。身の程を知らずとはこのことだ。勝負ってのはただ強きゃいいってもんじゃねえさ。こっちには作戦があるんだ。カカロットよ、貴様は我が一族の恥だ。そこの雑魚ともども死んでしまえ。めっちゃキレとるやん、このおっさん。何なの？よくわからねえな。さて行きましょう。悟空とピッコロで共にラディッツをボコボコにしていこうぜ。ファイト。カモン。はいはいはい。お兄ちゃんボコボコだぜ。落ちこぼれのお兄ちゃん。カモカモカモン。はい。悲しいよね。ラディッツも、ベジータの犬みたいなもんだからね。めっちゃ雑な扱いを受けてたわけだから。悲しくなってくるわ。悟空もね。カモンどうした？落ちこぼれ。どうした？カモン、腕伸びまーす。腕伸びちゃいまーす。その機能持ってまーす。はい、ボコボコですよ。弱すぎるわ、お前。本当だ、恨むな、お前の人生を恨め。なんだって、最後何言ってんのか分かんねえ。俺のようにみたいなね。俺のようにって言ってんのか、あれ。ちょっとカッコつけてんの？カカロット、貴様、たった一人の兄を殺す気か。うるせえ、おめえみたいにひどいやつは兄貴じゃねえって言っただろ。俺は心を入れ替えたぞ。おとなしくこの星から引き上げてやる。騙されるなよ、孫悟空。出まかさを売ってるだけだ。そいつがそんなことをするはずがない。てん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 。尻尾を離すな、やつの作戦だ。お願いだ、かかると信じてくれ。わかった。孫悟空、バカめ。尻尾を離した悟空にラリッツの反撃が決まる。愚か者め。ははは、これはいい。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。やはり貴様は戦士にはなれんぞ。クソ、こうなったらピッコロ、俺がこいつを羽交い締めにしてる間にとっておきの技を。孫悟空よ、俺は遠慮などせんぞ。貴様も一緒に聞いてもらえりゃ俺には最高だ。もっとも貴様だけは悟空、仲間がドラゴンボールで生き返らせてしまうだろうがな。待たせたな。覚悟はいいか、くらえ。マカンコーサポーダダン、イエーイ、ゲームセット。ちちゃくしゃおー、コウメ太夫かな。急に汚いコウメ太夫。くそ、この俺がこんな奴らにやられるとは。ははざざまみやがれ、グッバイラディッツ。だが俺の仲間であるサイヤ人は俺より強い。1年、たった1年後には2人が到着する。ヒヒヒヒヒ、そんな面白いかな。そんな面白くないでしょ。状況考えろ。つかの間の喜びだったな。所詮貴様らはただの虫けらには過ぎんのだ。黙れ、今楽にしてやる。スワグー、ゲームセット。ピッコロがその手でラディッツの息の根を止め、悟空の命と引き換えに勝利を収めた。1年後、2人のサイジを迎え撃つため、ピッコロは悟空の息子ご飯を連れ修行に旅立つのだった。で終わりになるね。はい、ラディッツがごちゃごちゃとうるさいシナリオ02でございましたね。 OK、 じゃあ次回の実況ではシナリオ03、をプレイしていきますので、次回また見てくださると嬉しいです。じゃあグッバイ、また会いましょう。